沼名原の海水浴場、キャンプ場、馬崎海水浴場だと思います。で、ここにテント張りました。馬崎の漁港になりますね。もう昆布を拾いに来てたんだね。漁じゃなくて馬崎の漁港です。ちっちゃい漁港が結構いっぱいあるんですよね。途中波かぶってます。うや、このカモメ、片足だよ。あんた、足どうしたの一本。ねえ。片足、上げてんじゃなくて、一本ないよ、足。グリーンピアの下の小堀内の漁港だと思います。で、今立ってるところがこんな感じで波で持ってかれたところなんです。バシンと飛び上がったっていう感じですね。接待の漁港です。接待の漁港、接待漁港はまだあれなんですけれども、こちら側に、ちょっと僕は見えないですけど、防潮堤あるんですけど、真ん中がボカンと壊れてシゲモロって言うんでしょうか。シゲモロの漁港です。で、堤防が壊れたらこう修復したんですね。壊れたやつがここに流されたっていう。元港です。元港なんですけど、すごい波すごいな。大してもさ、あんまり良くないんだよね。
で、これ、あ、こっちはあれなかな、乗り上げてないのかな。こっちから乗り上げていったんかね。海岸。島の越し港です。この辺が結構なんか、お果て、荒れてますね。で、多分、こちら側も、あれ、見えない、船で見えないか。これ長細い漁港でして、あそこに島ありますけども、島の先の方まで漁港です。多分あの島が、島の越しなんかな。あの島を越すから島の越しちゃうか。こんな感じの地名だと思いますけど、島の越し港です。やっぱこの岸壁なんかも、コンクリが直ってますね。新しく。観光船とかも本当はあったんだろうけど、こっち側にちょっと集落があったんですけども、あの辺の家は大丈夫っていう感じ。この辺まで波が来たっていう感じかな。釣りしてます。島の越し、こっち側に来たんですけども、こっちの、やっぱ奥はの、僕も直したのかね、だいぶ。で、こっち、手前はまだ結構まだ壊れたままっていう感じですね。こんな感じで、島の越し港です、まだ。平井川の漁港です。平井川港のすぐ隣になんですけども、近い漁港がありました。あそこにラガ荘ってありますんで、ラガ中締め、ラガ漁港かもしれませんね。ちなみに、これ、津波ですね。間違いなく。ラガですね。で、この辺やっぱその宇野津じゃないですけども、陸中海岸のメインのこの三階のところにできてる港なんで、じゃあもうこんな感じで断崖のところに港まで来て、結構いい感じですね、なんかね。で、この辺にやっぱこの壊れた機材のやつがいっぱいあります。
不在の漁港です。なんかうまそうにはします。寄ってみましょう。堀内の漁港ですね。あれ、マスになんか壊れてるのあるな。なんかやっぱ、壊れてる、もともとあれなのか、わからんねえな。いや、壊れてる。堀内の漁港です。ここは集落がないですね。漁港だけです。なんですけども、ちょっと通り越したんですけど、ちょっと戻って十沢の漁港です。あそこのテトラのところはあれかな、やっぱなくなっちゃったんかな。ここに落ちてるのが多分防波堤だね。ちょっと下見できないね。あの辺のコンクリの新しいところも直したんだろうしね。結構やっぱ壊れてんだね。破片がいっぱいあるもんな。十沢の漁港です。読めないんですけど、下安家って読まないと思うんですけども、一応下安家の漁港って言っておきます。さっきのは堀内なんですが、堀内でした。アイヌ語が混じってっから難しいんですよね。言い方が半分当て字になってっから。下安家、下安家、下安家、わかんねえな。水が出てる。野田の漁港です。野田の漁港ちょっとでかくて右の方にもあったんです。一人の方が。
テトラなんか、さすがに壊れたんだね、テトラのものってありますけども。残念です。ちょっとこっち側までやってきました。野田の漁港の続き。あの辺新しくなってますから、あの辺は津波で壊れたんですね。と、漁協の施設。新しくなってます。小袖の漁港です。これが小袖の漁港です。さっきのは茎の漁港かな。全然違いました。野田からの漁港の1個先にあるところです。これが小袖の漁港です。小袖ってのは多分この二見浦じゃねえけど、これが小袖の由来なんかな。全然わかんないけど、出てっかな。出てみようか。大尻の漁港ですね。久慈までやってきました。久慈の漁港なんですけれども、多分双子漁業生産物ってありますんで、双子漁港かな。朝市会場があるんで、双子漁港かもしれませんね。モグランピアがある、港なんですけども、名前は分かりません。みんな知ってます。お、1型が来た。何なの。これがクワハタの漁港ですね。さっきのは急行なのか。クワハタの漁港だと思います。何か。クワハタ漁港ですね。結構なんか壊れてますね。で、途中もなんかあったんですけど、2、3個あったんですけども、入り口分かんなくて、ここまで来ちゃいました。基本はまあ、9時までのつもりでいたんで、まあいいかなーっていう感じで飛ばしちゃいました。奥の方にもなんか、漁港が多分あるんじゃないかっていう感じですね、あれ。そこ、こっちから行けません。川で、まあ、反対側にあると思います。クワハタ漁港です。
旅行だけで建物とかはなかったと思うので、ね、ヤギの草港にやってきました、やっぱ防波堤コンクリ新しくなってるんで川津波で帰ったんで、影響なかったんじゃないでしょうか。やっぱりでも、まあ、新しいのはやっぱり3ミリで壊れた。これはなたるしめなんだけど波が高かった感じ。岸壁とかは特にやる気ない、予期もされてない感じなんで、同じくらいでしょ。宿の兵の漁港です。看板のねじれは津波なんでしょうか。前からなのか。種市の漁港です。コンクリが新しいんで、やっぱちょっとここも防波堤壊れたんですかね。僕の方の人、写真小さいかな、動画、コンクリがちょっと新しくなってる感じです。で、赤塔がある、赤塔かな、あるか、手前のところのコンクリも新しいんで、やっぱあの辺も。被害はあったけども収束してるっていう感じ。種市の漁港です。名前わかりません。大石屋かに来てるかどうかという感じです。ちょっと地図の境目なんで、みんなよく見ないとわかんないんで、なんて言いません。
たい漁港です。榊の漁港です。これは榊の漁港って書いてありました。これを発見して、家帰って地形図で見たら、さっきの分かると思います。ちなみに、この、稲荷台を走ってます。榊の漁港です。だけコンクリが新しくなってるのはね、なんか被害あったんですかね。もうほぼ津波の被害もない感じなんで、漁港の旅も終わりにするつもりでいいんですけども、金浜金がついてるんで、呼びました。金浜の漁港です。もうほぼこの辺まで来ちゃうと津波の被害ってなかったような感じですね。あの辺の小屋なんかも多分あったんだろうし、ほぼもう何メーター、1メーターとか、このくらいの津波だったんでしょうか。大口漁港です。遠方に見えるのは種なしの漁港で、なんか通り過ぎちゃったんで来たんですけど、ね、芝生が、ゴルフ場みたいな芝生の公園がありまして、ピッと見ちゃいました。あら、なかなかいいですね。キャンプ場もなんか北側にあるらしい。そっか、行けたらこの辺までとも考えたのかな。八戸までやってきました。もう八戸です。あっちは八戸の、先にある、先っていうか手前っていうか、恵比寿漁港ですね。もう漁港はこれで完璧終了です。今日はというか今回は恵比寿漁港です。この壊れてるのはどうなんでしょうかね。ダメだったんでしょうか。もともと壊れてたんでしょうか。ちょっとわかんないですけど。漁港の旅は終了です。八戸からは、帰ります。